皆さんこんにちは。今回はユニバーサルスタジオジャパンの近くにあるオフィシャルホテルをご紹介します。ザパークフロントホテルユニバーサルスタジオジャパン。こちらの特徴は、なんといってもパークの目の前にあり、パーク側の部屋からはパークの風景がとてもよく見えるということ。その名の通り、USA から徒歩1分のところにある豪華なホテル。こちらのホテルは入り口が2箇所あるのですが、まずはパーク側から入ってみます。ちなみにホテル内にローソンがあるので、こちらの入り口からも入れます。こんなところにユニバーサルグローブがあります。そのまままっすぐ進むと、右側にはレストランアーカラがあります。その先にエレベーターホールがあります。エレベーターはそれぞれ中の色が異なっていて、上には大きな時計が回っています。これはエレベーターがタイムマシンをモチーフにしているからなのですね。今回のお部屋は22階にあるスーペリアフロアパークビュールーム。広さは40平米とツインルームとしてはかなり広めです。洗い場付きのバスルーム。椅子があるのが嬉しいですね。そして洗面台はシンクが2つあります。大きな鏡とともにありがたいですね。全体のスペースもかなり広いので、大きなカバンなども余裕で置けて助かります。ベッドは窓側に2つ並んだ珍しい配置。外の風景を見ながら横になれます。大きなソファーと広い空間がストレスのない滞在を演出してくれます。冷蔵庫は何も入っていない状態です。ポットやコップ、お茶、コーヒーなどはシンプルにまとまっています。その他、個別空調や洗浄式トイレが備わっています。そして気になるのが窓からの景色。ご覧の通り、USJ の全景がパノラマで広がります。他のホテルからもパークの風景は見えますが、障害物などがなく、全景が見えるのはパークフロントならでは。続いてこちらは晴れた朝の風景。すがすがしいこの風景はパークフロントホテルでないと体験できない景色です。開園前の風景を上から眺めるのはちょっとした優越感に浸れます。
それではしばしパークの風景をご覧ください。続いてはユニバーサルシティ駅側からの入り口。駅から来てひときわ目立つ豪華な外観が特徴です。夕方からのライトアップはこんな感じ。フォトスポットにも良いですね。ちなみにこちら側にもグローブが。フロント周辺は広くて豪華な雰囲気。周辺ホテルの中では一番豪華と言えるかもしれません。続いては夜の風景。これを見るために泊まったと言っても良いかもしれません。ご覧の通り宝石を散りばめたような美しさ。ここでしか見られない光景です。こちらもしばしパークの風景をご覧ください。続いて見ていただきたいのが夜から朝へのタイムラプス動画。約4時間窓際で固定して撮影しました。以上お伝えしてきたパークフロントホテル。もちろんパークサイドではないお部屋もありますが、やっぱりできれば景色の良いお部屋に泊まりたいですよね。周辺ホテルの中ではお値段もそれなりの覚悟が必要なホテルですが、その価値はあるホテル。行かれるときはぜひ検討してみてくださいね。